先生、私ギガロードに乗りたい。鬼神将ギガロード、古代文明の遺産、忍びを滅ぼし世界を浄化すると伝えられる伝説の巨大シェル素敵ですね。アメ様ならきっと探し出せるに違いありません。かつて天にも届いたという文明が滅び500年、汚れた大地は人の世に恐るべき災厄をもたらした。その名を忍びという。伊勢の城はいただいた、あとは時を待つだけ。おぞましいね。もう襲われて随分経つってのに、むしろ増えてるんじゃねえか。さようでございます。神様に経過を報告しろ。監視は継続。はっ。様、ここんとこ元気ないね。そりゃそう、だってお城出てからもうどんくらい？3ヶ月。ちょっとミン、ユーズ、さっさと作業終わらせてこっち手伝ってよ。はーい。ユーズ、お昼まだ？まだ。お部屋でお休みになられた方がよろしいのでは。姫様、王家に代々伝わる家宝です。あなたを守ってくれるはず。でもサンダー、姫様こちらへ。お母様。なりません姫様。忍びよ、私は逃げも隠れもしません。伊勢国の巫女としてお前たちを招いてしまった罰を受けましょう。ですか？ええ、感じたわ。あれは何？生贄でしょうな。民の中には忍びに生贄を捧げれば災厄が収まると信じる者もいると聞きます。手のいい口減らしでしょうが。たくさんだジーメ、運転荒いんだからさ。ねえエリー、拾うの手伝ってよ。あ、姫様。え、どこ。バカな真似はやめなさい。忍びに生贄を捧げても忍びも最悪もなくなりません。今すぐその娘を自由にしなさい。小娘、これは我らの村の習わし、口出ししないでもらおう。忍びの気配が集まっています。早くその場を離れなさい。お前たち、シェルの準備をしろ。急げ。なになに、え、今から？アナ、アメ様の合図でハッチを開けろ。了解。リン、ユズ、エリ、アメ様のシェルを準備しておけ。了解。それ、これ以上邪魔をするというならこちらにも考えがある。どうして
何者だ。忍び、バカな。何ですと。谷の奥からものすごく強い気配を感じる。タンダ、ここはお願い。姫様、どんどん気配が強くなる。忍びの残骸と人間の血。あの奥、ものすごく強い気配。何？忍びたちが何体も絡み合っている。人なの？Mm-hmm.
忍びと戦ってこの村を守ったんですよ。いいんだ。どういうつもりだ。食料です。この程度では村の皆さんにとって慰めほどにしかならないのは分かっています。では何だ。私たちの用が済んだらまた必ずこの村に立ち寄ります。その時その子が生きていなければ。お姉ちゃん、ありがとう。元気でね。こんなよくわかんないやつ乗せてっていいの？姫様がおっしゃったんだから。ちょっとかっこいいかも。コラリン！見たところ傷は多いけど忍びの毒には侵されてないみたい。そうなのよね、運がいい子。姫様。あ、え？今日は野営いたしましょう。あ、うん、お願い。ねえ、こいつ本当に生きてんの？ちゃんと息してるわよ。元気？死んじゃった？燃料切れだ。みんな、お疲れ様。何か食べさせてあげて。いい食べっぷりだね。サンダの3倍くらいね。リン、お水。もう動けるのか。それは忍びよけだ。見たことないのか。そいつで忍びを倒せるのか。倒せはせん。近づけないだけだ。原理はわからんが効果はある。そうか。動けるなら姫様のところに顔を出したらどうだ。姫、お前のことを心配しておられたからな。綺麗。男の人に見られたことなくて。そうか。あ、ご飯食べた？ああ、米の飯、うまかった。よかった。急に倒れるんだからみんなびっくりしてたわよ。俺、腹が減ると全然力が入んないんだ。あ、これ、お前のもんだろ。あげるわ。こんな化粧臭いもんいらん。ほら、まだ治ってないじゃない。それはお前が。何？ん？ううん。ねえお前、名前は？スオ。スオ。お前は野球？だったら。私と一緒に来てほしい。この世界から忍びを消し去るために。忍びを消し去る。私の国は忍びに滅ぼされた。忍びがいなくなれば世界は平和になる。忍びは滅ぼさなきゃいけない。そのために野牛のお前の力はきっと役に立つわ。お礼ならあげる。お金でも食べ物でも。私と一緒。
ごめん。面倒はごめんだ。それに俺はお前が思っているほど強くない。そんなことない。お前は私を強ければあんな惨めな思いはしない。俺は忍びと同じ化け物だ。姫様。おや、あの少年は一緒では。そう、やっぱりこっちにも戻ってない。さあとにかく中へ。サンダー、野牛を知ってる？わしの若い頃には純血の野牛もいましたからな。傭兵時代仲間として共に戦ったこともございます。そうなんだ。じゃあスオはやっぱり野牛の血を引くものでしょう。その血はもう途絶えてしまったのだと思っていましたが。天にギガロード、地に野牛。かつて人間は忍びに対抗するために生きた兵器として野牛を生み出したといいます。ですが野牛のその力と異形の姿は忌み嫌われ迫害されるようになったのです。彼らは人里を離れ辺境の地へ逃れていきました。野牛は私たちを恨んでいるの？どうですかな。ただ彼らはわしらから石を投げられるようなことは何一つしとらんのです。奴が忍び除けを勝手に全部外してしまいましてな。こんなものいらない。忍びが出ても俺が全部片付ける。それって一緒に行く。忍びに食われてたはずの俺の命をお前が拾った。だからこの命お前にくれてやる。よかった。もう会えないと思っていたからこれだけは言っておきたかったの。お前は化け物なんかじゃないわ。ましてや忍びなんかであるはずがない。だってお前の目すごく綺麗だもの。その色、空の色っていうのよ。昔空はあなたの瞳のような色をしていたんだって。私は絵でしか見たことないんだけどすごく綺麗だった。お前も見たらきっと気に入る。変な女な、それはどういう。ちょっとちょっと、さっきから気になってたんだけど。張り切ってるな。ユズは姫様取られると思ってんでしょ。あんた、あたしらの姫様にちゃんとお礼言ったのか。姫様、お前を助けるためにすっごく頑張ったんだぞ。ユズ、それはもう。姫様。はい。ありがとよ。もうこら、姫様に対してなんだその口の利き方は。ん、ダメなのか。ダメに決まってるだろ。姫様ちゃんと言ってやってくださいよ。さあ出発しましょう。スオ、それを切ろう。そいつはわしが傭兵をやっていた時の仲間から譲り受けたものだ。めんどくさそうな服だな。姫様と共に行動するのだ。少しはまともな格好をしてもらわんとな。そうか。